の30日に私のバースデーイベントが開催されたんですけれども、その時にいただいたプレゼントを、その時の来てくださった方限定で、プレゼントした、T シャツを着ながらご紹介していきたいと思います。それではどうぞ。それでは早速紹介していきたいと思います。まずこちらです。なんだろうなんだろう、かわいい、ウッドストックですね。しかも中にじゃーん、かわいい、めっちゃかわいい、ありがとうございます。スヌーピーの中だったら一番好きですね。あ、これもかわいい、ミニーちゃんのポーチ、ミニーちゃん好き。あ、中もかわいい、中もミニーちゃんのリボンとかミニーちゃんがいます。嬉しい。あ、ちょっと順番逆になっちゃったかも。こちらもウッドストックのポーチですね。いっぱい入りそう、かわいい、使います、ありがとうございますね。ウッドストックシリーズ同じ方ですね、きっと。ありがとうございます、これ使います。そしてこちら、あ、バブルバスですね、お風呂で楽しむやつだ。へえ、これをお風呂に入れるんだ、お花を。おしゃれ、ありがとうございます。そして、え、これまさかこちらのウッドストックじゃない？あ、これはスヌーピーだ。あー、夏ですね、いいですね、夏の現場とか。ありがとうございます。続いてがこちらにします。ででーん、ポール&ジョーですね。ん？お？リップスティック、え、かわいい柄、こんな感じ、お花と蝶々がついてます。え、かわいい、猫ちゃん、こんな感じ、ありがとうございます。そしてにゃー、かわいす、かわいい、シリンメイちゃん、ありがとうございます。続いてこちらですね。あ、ヘアピンだ。最近やっぱこういうピンのね、ヘアアレンジが最近私好きなので、でも祝えてるのであれなんですけど、かわいい、大人っぽい、ありがとうございます。あ、これもヘアピンかな。こちらはヘアピンですね、これと同じ白とピンク。そしてこれがなんか指輪のタワーみたいになってて、中に指輪が入ってる、真ん中につけました、こんな感じです。ありがとうございます、重ねてもかわいい。はい、そしたらこちらですね、これはパックだ、パックとアイマスクだ。これ私もお家になくなってたから使おう、すごい気持ちよく寝れるんですよね、めっちゃ寝るときとか。うん、ボビンブラウンのリュックスアイシャドウだって、すごい、めっちゃ輝かしい、うわ繊細、何このラメ感、なんか隙間がちゃんとある、なんかぎっしりなってないラメですね、かわいい、ありがとうございます。続いてこちらです。おー、なんかすごいたくさん入ってる、一つずつ紹介していきます。まずリップバームですね。あ、かわいい、やっぱジルのコスメって全部がかわいい。久しぶりに登場、ウッドストックのボールペン、え、めっちゃかわいい。続いてこちら、何かな、あ、すごいイヤリングだ、最近大ぶりのねイヤリングにハマってるので、じゃーん、こんな感じ、ありがとうございます。あ、SK2 のフェイシャルトリートメントマスクパックだって、パックです、ありがとうございます、使います。はい、そしてこちらなんだろう、お、お花、これ部屋にそのまま飾れるやつですね、ありがとうございます、かわいい、ピンクだね、これもお風呂セットかな、お風呂でマカロンを貸したいと思います。そしてこちら香水と日焼け止め乳液だって、え、めっちゃいいじゃん、これが日焼け止めか、
しかもなんかめっちゃ大量に入ってる。嬉しい。日焼け止めってすぐなくなっちゃうから。日焼け止めのボディローションだって。そしてこちらが香水ですね。どんな香りがするんだろう。あ、好き好きです。ハイレモンって感じ。いい匂いでした。ありがとうございます。そして次こちら白のボディ化粧水。あ、スースーする。ありがとうございます。そしてね、かわいい。お家コンコン、お邪魔します。はい、行きます。生まれた、すごい。これはもしかしてもうこのお家でわかりますよね、誰のお家かというと。プーさん、最近私プーさんが好きで、なぜかというとうちの事務所のマネージャーさんがいるんですよ。ミキさんとは別で他の方についてるマネージャーさんがいるんですけど、もうプーさんにそっくりでジャパニーズプーって呼んでて、一回なんか香港のディズニーに一緒に行ったことがあるんですけど、香港のプーさんとジャパニーズプーさんのコラボみたいな感じで、そっから私プーさんにハマってます。ジャパプーこれジャパプー。そしてこちらも入浴剤です。ありがとうございます。ちょっとすごいんですけど、箱じゃないですか。普通に箱開けるときますよ。すごい。え、何これ。お菓子が出てきた。何このサプライズ。嬉しい。しかもビヨーンってなるようになってる。ありがとうございます。大変なのにこういうの作るの嬉しい。そして続いて、うわ、これはめっちゃ大きい。ミッキーのスリーウェイだって。おー、大きいでーす。ごい。しかも首から下げるときは角度がこうやって、すごくないですか。ミキさん上向くんですよこれ。めっちゃいい。首から下げて、すごい。最近のものはすごいな。ありがとうございます。これで夏のディズニーも行けちゃうね。はい、そして続いてイヤリングつけてみます。かわいい。お花だ。使います。すごい夏っぽくてかわいい。ありがとうございます。はい、続いてこちらはジェラピケですね。ジェラピケのスリッパ、かわいい。最近スリッパいっぱい集めてて、これもお家で使いたいと思います。かわいい。こちらお花バラですね。ありがとうございます。続いてこちら AT リップスティックの RD。 そこにラメが入ってて、透明のリップで色つくやつだ、唇に。ありがとうございます。そしてこちらリップグロスですね。こちらありがとうございます。なにこれ、なんか大きいのがあるぞ。え、かわいい。バッグ。でででーん、かわいい。バッグです。嬉しい。使います。ありがとうございます。はい、そして次こちらですね。かわいい仲良しアップルティーだって見て。ありがとうございます。これもキティちゃんだ。なんだろう、リンゴバターだって。へえ、すごい。見て、これもキティちゃんの。これも、これも紅茶の詰め合わせみたいになってます。ありがとうございます。そしてこちら、なんだろう、香水。あ、これ一回インスタに載せたことがあって、それのプレゼントしていただいて、ありがとうございます。見てるね。すごい。続いてこちら、ナーズのアフターグローリップバーム。かわいいピンクだ。うん、めっちゃこの色と同じ色のピンク、すごい。こちらは3427番ですね。3427番。ありがとうございます。買ってみます。続いてこちら、私の予想ブレスレット。あ、当たった。チェーン、ありがとうございます。すごいゴージャスになって、いっぱい、なんかちょっとチャラくないですか。超チャラい。すごく超チャラい。
が甘いこれパジャマじゃない、部屋着じゃない、かわいい、なにこれ、わー、大ロイ確かに私ちょっとこれお部屋で着ますね、写真はアップしないでありがとうございます、すごいバレリーナみたい。はい、こちらジェラートピケのアロマバスソルトですね。数種類のエッセンシャルオイルとミネラル豊富な塩をブレンドしたアロマバスソルト、ゆったりしたバスタイムをだって、ありがとうございます、おしゃれ、なんか飾るだけでもおしゃれっぽい、ありがとうございます。はい、そしてこちらも白ですね、こちらクレイハンドソープホワイトリリーだって、お家で使いたいと思います、ありがとうございます。お花が入ってるボールペン、有名、かわいい、お花嬉しい、ありがとうございます。予備もついてた、じゃーん、かわいい、ディズニーデザインスイーツギフト、クッキーとかマドレーヌとか焼きショコラとかいっぱい入ってる。私これディズニーに売ってると思うんですけど、ディズニー今こういう絵の商品があって、この絵めっちゃ可愛いんですよね、 T シャツとかいろいろグッズになってるんですけど、このシリーズめっちゃ気になってた。はい、そしてこちらシャネルですね、なんだろう、シャネルのリップだ、ルージュココフラッシュの60番、オレンジ、明るめのオレンジ、かわいい、夏っぽい、ありがとうございます。そしてハーブ専門店だって、ハーブだ、紅茶、こんにちは、ハーブティー、はい、ハーブです、はい、ハーブですはい、そしてこちらジルスチュアートのリップブロッサム、じゃーん、あ、かわいい、私発色がいいの好きなので、こういう発色があるリップ、ありがとうございます。これね、こういうね、鏡ついてるリップの上に、ありがとうございます。はい、そしてこっちのイソップのヒュイルオードパルファム香水だ、じゃーん、どんな香りでしょうか、かけすぎたかな、あ、いい、めっちゃいい匂いする、森って感じ、なんか夜に寝る前につけたい、めっちゃいい、めっちゃいい、ありがとうございます。これはもしかして、これ私が欲しがってたやつじゃないですか、チェキ、やばい、へー、嬉しい、しかもこれあれですよね、最新のバーコードを読み取って、うん、これ写真撮ってかざすと、音とか QR コードをかざすと、その時の声とかも動画になるんですよね、じゃーん、チェキ、めっちゃ嬉しい、これやば、こちらはジルのボディローションですね、ありがとうございます、大好きな香りです。はい、そしてこっちの、なんだろう、ウサギが見える、お、全部セットなんだ、パジャマ、パジャマかな、これはポーチなんですけど、もう一つが、ねえ、かわいい、え、かわいい、見てウサギ、しかもなんかモフモフしてるウサギ、しかもね、下もね、ついててね、ハート柄なの、かわいい、ウサギと私っていうテーマみたい、ウサギと私、ありがとうございます。はい、そしてどんどん行きましょう、こちらはアディクションです、アディクションといえばこれネイルかな、やっぱりマニキュアだ、あー、めっちゃ可愛い、パステルだけどちょっとくすんでるピンク、こちらは 069C 番ですね、マニキュア、ありがとうございます。はい、そして続いてこちら、じゃじゃん、バス&シャワークリーム、なにこれ、バスタブに入れ、その上から勢いよくお湯を注いでください、あ、泡泡になる、泡風呂ってこと、ボディーソープとしてもこれ使用いただけます、だって、お風呂泡泡にしよっかな、ありがとうございます。続いてこちら、あ、これもあれだ、紅茶ですね、ホットティーとアイスティーが作れるルイボスティーのピーチです、ありがとうございます。はい、そしてこちらサボンです、サボンのボディージュレグリーンローズ保湿ジェルですね、ありがとうございます。そしてこちらクッションファンデだ、プレミアムクッションファンデーション、こちら01番のライトですね、ありがとうございます。そして続いてローラメルシエの05番ブラッシュカラーインフュージョン、おー、こんな感じです、チークかな、ちょっと大人っぽいブラウンっぽいチーク、ありがとうございます。そしてこちらポーラミュゼルノクターナルネイルカラー、あ、ネイルカラーだって、あ、こちらもめっちゃ可愛いネイル、カシスカラーですね、ありがとうございます。続いてこちら、ディリン、バビメロプリンプリンアイジャム、
かわいい。こちら3番プリンプリンだって。すっごい、なにこれ、プリン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 してる。なにこれ、ラメがもうギュッとこう入ってる。なんだろう、すごいかわいい。ありがとうございます。そしたら続いてこちら、ティントフレグランスクリーム、ハンドクリームだ。約6時間香りが続くんだって。新感覚、クリームが水滴になるらしいですよ。本当？あ、わかる。そういうやつさんやってください。手ですか。はい、伸ばしていくと水になってくる。おおおおおお、水滴、水滴と見せてください。本当だ、めっちゃいい匂い。水じゃないです、本当に水滴になるっす。本当だ、水だ。え、すごい、面白い、面白いですね、いろいろあって。ありがとうございます。なんか知らないものも知れて嬉しい。そしてあと少しですよ。あ、すごい、ハンカチと、こちらは口紅って書いてある、ラコデュジェム、ジェミニリップスティック。めっちゃちっちゃい、こんなちっちゃいリップあります？しかもハンカチも結構びっくりしたぐらいちっちゃくてめっちゃちっちゃい。しかもすっごいちっちゃいリップ、かわいい。しかも色もめっちゃかわいい、めっちゃ便利、ありがとうございます。しかも手紙もついてて、プレゼントは最近ミニバッグを使ってるって言ってたので、インスタで見かけたミニリップとハンカチにしてみましただって。ちゃんと考えてくれてて嬉しい、ありがとうございます。そして最後ですね、こちらリップバーム、グレープフルーツの香りだって。あ、ほんとだ、グレープフルーツの香りがした。ありがとうございます。この色ですね、この色がついてた。はい、ということで全部、いただいたプレゼントをご紹介したんですけれども、その他にもこんな感じで手紙とかアルバムとか、こんなにたくさん、ありがとうございます、嬉しい。全部読ませていただきます。いつもありがとうございます。そしてこれですね、じゃじゃん、モンティーズの方から、みんなからのイベントに来てくださった方以外の方からもメッセージをサプライズでいただきまして、モンティーズからね、サプライズでこんな感じでいっぱいメッセージをもらいました。 DM で募集してくれたんだろうなっていう副書の画像が、しかもこれ7、8とか書いてあるんですけど、何かというとその方たちの誕生日順になってるみたいで、誕生日もこう書いてあって、ありがとうございます、嬉しい、いっぱい写真も載せてくれて、こんな感じになってます。ありがとうございます、大切にします。はい、そしてですね、イベントの日に王子が実は来てくれたんですよ、サプライズで。めっちゃサプライズ、びっくりしました。登場の仕方がマジでね、あれが本当の王子だって思ったぐらい、バッてなんか扉が開いてカーテンがバッてなって、王子がみたいな、ちょっとポーズは全然違うんですけどなんかもうどうもみたいな、王子がね、控室にこのメッセージを残して、このなんかあっさりした感じも好きなんですよね。前のお誕生日おめでとう、さつき。このね、感じがね、あざといなと思って、こういうとこが好きです。こんなに大きいプレゼントが置いてありました。何かな、買ってね、わ、嬉しい、なんかおしゃれ、サボンのセットですね、やったー。もうね、香りが王子、いや、もう王子来てますよ、王子ですよね。嬉しい。これはミネラルパウダーで、これもお風呂で使うやつですね、お風呂の中に入れるやつだ。そしてこちらがボディジェル、体を洗うやつですね、ラベンダー、バニラ、めっちゃいい匂い、ありがとうございます。そしてこれはお風呂でシュワってなるやつですね、バニラローズの香り、バスボール、ありがとうございます。そしていっぱい入ってるぞ、こちらのフェイシャルクリームだって。え、すごいよ、これ1本で保湿、 UV ケア、メイク下地の3役使えるんだって。すごい、ありがとう王子、嬉しい、大切に使わせていただきます、ありがとうございます。はい、ということで全部ご紹介させていただきました。本当に皆さん、たくさんのプレゼントとお手紙ありがとうございます。はい、ということで今日は、6月30日に私のバースデーイベントがあったんですけど、その時にいただいたプレゼントのご紹介でした。本当に本当にたくさんのプレゼント、そしてお手紙ありがとうございます。全部私の宝物になりました。そしてですね、その誕生日イベントの時に、サプライズでメッセージ動画とかも
流れたりとか、本当にサプライズだらけの一日だったんですけど、ね、よきさんもサプライズで登場してくれたり。サプライズとかじゃないですよ。ビッグイベントでしたね。もうこっちがちょっと心苦しかったですはい、すごく本当にね、たくさんの方に支えられて愛されてることを実感することができたイベントでした。はい、ということで私は26歳に、でもちょっと私いろいろ考えたんですよ。なんか変に大人ぶっても結局偽物じゃないですか。無理して背伸びする必要ないなって思って、ちょっと私らしく26歳は行こうかなと思って、ちょっと自分らしさを出して頑張ります。はい、ということでちょっとグダグダになっちゃったんですけど、本当にね26歳頑張っていきますので、引き続き前田のぞみの応援よろしくお願いいたします。それではチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それでは皆さん、おやすミルクティー。え、大丈夫かな、私26歳に見えますか。超女子。女子になりました？なった。男子だったんですか？いや、ギリギリ。女子。これで完全な女子になりました。